落合博満氏といえば通算打率3割1分1厘と凄まじい高打率を残しているが、しかしなぜ落合氏はそれほどまでに高い打率を残すことができたのだろうか。今回はその理由の一つを紹介したいと思う。その前にまず落合氏のこの発言を聞いてもらいたい。俺のバッティングはいかにボールを見やすく構えるか、いかに楽に振れるか、それだけのこと。あとは来たボールを打てばいい。ただし投げてくるボールをちゃんと見ないとバットに当たらない。これはふざけて言っているわけでも何でもない。というのはとかくみんな曲がったボールの見方をするからだ。例えば右ピッチャーの場合だ。ボールはプレート板の上からまっすぐホームベースめがけて飛んでくるわけではない。バッターから見るとボールが出てくる手はプレート板よりも左になる。だからもしバッターの左肩が内側に入りすぎるともう曲がったボールの見方をしたことになるのだ。左肩がベースの上に来るから全部インサイドのボールに見えてしまう。自分で勝手にホームベースを右へねじ曲げたことになるわけ。実際のボールは真ん中か外でも自分ではインコースのつもりで打ちに行ってしまう。そうすると体が開いて打てない。逆に左肩が外側に行くと全部アウトサイドのボールに見えてしまう。どっちのケースも勝手にストライクゾーンをばらつかせたことになる。ベースは勝手に動かないのだから両肩のラインはベースに平行でなければならない。というように落合氏があれだけボールを正確に捉え高い打率を残せた理由の一つは落合氏が両肩のラインを内側に向けたり外側に向けたりしない意識でボールを見ていたからだというのがわかる。だがしかしここからは個人的な見解になるが、落合氏の両肩のラインはベースと平行でなければいけないという理論は、これはあくまでも開くなとか上から叩けといった類の感覚の理論だと思う。なぜなら落合氏の実際のスイングを見るとボールを引きつけている時に背中の背番号が若干ピッチャー側に見え両肩のラインが少し内側に浮いているからだ。カメラアングルが少し斜めからとはいえもし本当に両肩のラインがホームベースと平行なら落合氏がボールを引きつけているとき背番号はピッチャー方向へ見えないはずだ。だから落合氏の言う両肩のラインはホームベースと平行でなければいけないという理論は、両肩のラインはなるべくできるだけホームベースと平行でなければならないと理解しておいた方がいいと私は思う。また落合氏の理論と違い、例えばイチロー氏や長嶋茂雄氏など両肩のラインがどう見ても内側を向いており、その打ち方で結果を残している選手は案外多いので、必ずしも落合氏の理論が正しいとは限らないが、ただ野球をやっておられる方でどうもボールを正確に捉えることができないという方がいたら、落合氏の言う両肩のラインはホームベースと平行でなければいけないという意識でボールを打つと、思いのほかボールを正確に捉えられるようになるかもしれない。いずれにせよ落合氏のこの理論は打撃の基本と呼べる考え方だと言えるだろう。この人の理論は意外に基本にのっとったものが多い。